西武は2日、浜谷翔太投手、大曲連投手、淡塚糸投手、伊藤翔投手、赤上優斗投手、八川直政選手、ブランドン選手、高木翔選手、ジョセフ選手に来期の契約を結ばないことを通告したと発表した。ブランドンは20年ドラフト6位で西武に入団し、1年目の21年に32試合に出場して3本塁打を放ったが、22年、 23年は一軍出場がなく、サクオフに育成契約に。開幕前に支配下復帰を果たしたが、4試合に出場して、打率188だった。洋川は現役ドラフトで阪神から西部に加入。移籍1年目の23年が9試合、そして今季は11試合の出場にとどまり、西部で活躍することができなかった。下向き黒三角浜屋翔太投手コメント。 チームやファンの皆様の期待に応えられず苦しい時期もありましたが、岡田、正俊、さんと初めてバッテリーを組んだ時、浜谷が持っているものを出せばいいよ、という言葉に支えられ、思うような投球ができたことは一番の思い出です。入団当初は無観客での試合だったので、コロナ禍が明けて、ファンの皆様の声援の中でプレーできた時の感動は今でも忘れません。とても熱い思いを感じました。 これまで応援ありがとうございました。今後については未定です。下向き黒三角大曲り連投手コメント。初登板は緊張しすぎて記憶にないのですが、とても印象に残っている試合です。その後は思うような投球ができず、結果を求めすぎてしまったために苦しい時期がありました。そうした中でも、自主トレを一緒にしている今井とは遅くまで野球の話をたくさんして、 プロ野球選手として濃い時間を過ごすことができました。ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ない気持ちです。応援ありがとうございました。今後については未定です。下向き黒三角あわつかいと投手コメント、チームに貢献したいという気持ちに反して、体が言うことを聞かず、辛い野球人生でしたが、チームメイトと過ごした時間は宝物です。 一軍での初登板が一番印象に残っていて、失点してしまいましたが、また頑張ろうと思える登板でしたし、何よりあの時の声援が忘れられません。ファームにいる時間も長く、活躍していなくても応援してくださるファンの皆様には感謝の気持ちしかありません。これまでありがとうございました。今後については未定です。下向き黒三角伊藤翔投手コメント。2018年。 2019年とリーグ優勝できたことは良い思い出ですが、ここ数年のリハビリ期間の方が記憶に残っています。そうした中でも一番印象に残っているのは初先発した試合です。地元開催で家族や友人が多く観戦に来てくれた中で勝てたことはとても嬉しかったです。ファンの皆様へ感謝の気持ちでいっぱいです。手術をした時から復帰待っていますというコメントが多く、とても支えられました。 ありがとうございました。今後については未定です。下向き黒三角赤髪優斗投手コメント。昨年、戦力外通告を受けて育成選手として再契約したとき、今年一年が最後の勝負だと思って過ごしてきました。そうした中でも今年一年しっかり投げ切ることができたのは自信になりましたし、集大成だったと思います。一番印象に残っているのは、 今年の8月20日ロッテ浦和球場で行われた試合での安田選手への初球です。アウトコースの直球でしたが、一軍で活躍する選手から見逃しを取れたことが嬉しかったですし、プロ野球人生で一番の球でした。どんな時でも声かけしてくださったファンの皆様に、良い投球を見せられなかったことが心残りです。これまで応援ありがとうございました。今後については未定です。 下向き黒三角洋川直政選手コメント、阪神タイガースと合わせて11年間、一軍で目立った活躍をすることができなかったのですが、いつでも温かい声援を送ってくださるファンの皆様に支えられてここまでやることができました。足が震えたタイガースでの初打席、そしてライオンズに移籍してからも、これまで応援いただいた多くのファンの皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。今後については未定です。